こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画では、春に買うべきアイテムはこの5つだけでいいというテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。今回は以前お届けしましたグリーンレーベルさんとのコラボレーション企画の第2弾になるわけなんですが、前回もですね、結構多くの方に見ていただきまして、とても嬉しく思っています。コメント欄の方を読んでみると、いつもと全然違った雰囲気で楽しかったですという声ですとか、中には実際の店舗に行って試着をしてみましたですとか、こういったものを買いましたっていうような声もあったりして、かなり僕の中でも特別な回になったのかなというふうに思っています。まあ、実はですね、このようなコラボレーションのご依頼って結構たくさんいただくんですけども、そのほとんどをですね、僕はお断りしてるんですね。というのも、僕自身がリアルに使ったものではないと、なかなかリアルなレビューってできないんですね。まあ、そういった意味でグリーンレーベルさんは、僕は付き合いは結構長くて、一番最初に買ったのはですね、僕が新卒時代の頃ですね。その頃はスーツスタイルですとか、レザーシューズですとか、そういったものを一式をグリーンレーベルさんで揃えていたわけなんですが、まあ、最近はですね、僕の私物として使うこともあるんですが、それ以外にもですね、普段のスタイリングでお客様にですね、ご提案することが多いのがグリーンレーベルさんの商品なんですね。まあ、そういったこともあり、今回はですね、熱を持って皆さんにですね、この5つだけを買っておけばこの春は間違いないというものをセレクトしてみましたので、ぜひですね、参考にしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速1着目のアイテムから紹介をしたいなと思うんですが、まずはですね、こちらのミリタリージャケットですね。これはものすごく春には活用しやすいアイテムなので、ぜひ皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。春先だんだん気温が上がってくると、着丈の長いですねコートもいいんですが、このようなショート丈のアウターというのは一つあるとですね、めちゃくちゃ便利なんですね。まあ、今の僕のようにシャツですとか、あとはニット、ロンティーの上に軽く羽織ればですね、スタイルが完成するので、このようなアイテムはすごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、僕の普段の動画の中でもですね、シャツアウターみたいなものはよくお勧めしてるんですが、こちらのアイテムもですね、割とそのような立ち位置と近いようなアイテムになってるのかなというふうに思っています。まあ、少しですね、武骨な感じがするミリタリージャケット風なんですが、生地自体はですね、割と薄めなんですね。ですので軽く羽織ってもそんなに厚くないのが使い勝手がいいかなというふうに思っています。両胸についた大きめのポケットもですね、すごく今っぽいバランスですし、どこかミリタリーライクな雰囲気の中にもですね、上品な感じが漂うので、僕はですね、大人の男性にはすごく似合いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。そしてこれストレッチも効いてるんですよね。ですので動きやすいですし、何より軽量なんですね。こういった機能的な面というのは結構嬉しくて、長時間着ていてもストレスがないというところはですね、大人の男性には嬉しいポイントなのかなというふうに思っています。コーディネートは様々なものが想定できるんですが、例えば今の僕のようにですね、内側にバンドカラーシャツを着て少し小綺麗な方向に振ってみるのもいいかなと思いますし、他にはニットなんかの相性も抜群かなというふうに思っています。春らしく白ニットなんかで合わせるのもいいかなと思いますし、他にはですね、パーカーとの相性も良くて、フードの部分を出しながらですね、少しカジュアルな方向に振ってあげるのもいいかなと思うので、様々な着こなしが想定しやすいかなというふうに思っています。まあ、鉄板色としては僕が今着てるネイビー、これがですね、圧倒的に使いやすいかなと思うんですが、実はですね、今季のトレンドとしては、こちらに用意してあるですね、ホワイト系の色もですね、なかなか雰囲気がいいのかなというふうに思っています。アウターにこのような差し色を持ってくるのもですね、なかなか新鮮な雰囲気になるかなと思うので、ちょっとこの後羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみました。どうでしょうか？かなり新鮮な雰囲気がするかなと思います。僕はですね、動画の中ではよくネイビーですとかダークグレーのアウターを着てることが多いので、このようなホワイトっぽい色っていうのはですね、かなり新鮮な感じがするかなと思います。まあ、表記はですね、ナチュラルということで少し気なりがかった色合いなんですが、こういったですね、明るい色のアウターというのは今季はですね、結構多くなっているので、ぜひトレンドを取り入れたい方はですね、こちらはトライをしていただきたいなというふうに思っています。僕自身もアウターとしてはあまり取り入れたことがない色なので、すごく新鮮な感じがしますし、意外とですね、クリーンで清潔感のある着こなしが実現できるので、これはなかなかいい感じだなというふうに思っています。色の合わせ方としては、上半身はやや明るめで構成して、ボトムスでパキッとですね、色を引き締めると結構バランスがいいかなと思いますし、そこまでですね、コーディネートも難しくないので、ぜひこちらの色も皆さん試していただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのスウェットですね。
これまたですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいので、皆さんにもですね、ぜひご紹介ができればなというふうに思っています。まあ、春に着るトップスというと、僕の中ではですね、2つの候補がありまして、それがですね、動画の中でよくお伝えしているニットと、そして今僕が着ているスウェットですね。この2つはですね、どちらかというと、ニットの方が合わせやすいですし、今までは定番的だったかなと思うんですが、ここ数年急激にですね、人気が高まっているのが、今僕が着ているようなスウェットというアイテムなんですね。スウェットといえば、僕ら世代からすると、すごくカジュアルな印象があって、学生時代によく着ていたようなイメージを持っている方もですね、少なくないかなと思うんですが、最近のスウェットというのはですね、以前のものとはだいぶイメージが変わっているかなと思っています。まずは素材の質感なんですが、すごく上品な雰囲気になっていまして、あまりですね、カジュアルすぎない見た目になっているんですね。そしてカラー展開もですね、上品なものが増えてまして、ベーシックなブラックですとかネイビーですとかグレーもあるんですが、今僕が着ているようなこういった差し色になるようなものもですね、結構たくさん出てきているので、割と僕ら世代でもですね、使いやすいスウェットが最近は増えているのかなというふうに思っています。まあ、こちらのグリーンレベルさんのスウェットもですね、まずは肌触りがすごくいいんですね。着ていてストレスがなくてすごく肌触りがいいのと、これはですね、やっぱりニットと比べると断然着心地がいいのかなというふうに思っています。そしてシルエットに関してもややゆったりめにできてるんですね。僕は普段ですね、S サイズを着ることが多いんですが、こちらに関しても通常サイズの S を選んでいます。ただ見ていただいても分かる通り、少しゆったりめにできてますよね。着丈もやや緩めで、トレンド感というところがですね、しっかりと表現されているのも、すごくですね、バランスのいいポイントかなというふうに思っています。そして先ほど僕もですね、初めて気づいたんですが、このスウェット、ポケットがついてるんですね。この部分ですね。ここにポケットがついてるのは、個人的には結構嬉しくて、荷物を収納するというよりは、このポケットに手を突っ込んでおくとですね、なんか安心するんですよね。ですので、こういった機能的な面においてもですね、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、今回はですね、僕はオリーブという色を選択したんですが、この色合いもですね、絶妙で、なかなか使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、このようなスウェットだと、ブラックですとかグレーのイメージが強いかなと思うんですが、このような春らしいですね、オリーブを選んでもらうと、差し色としても使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、こちら単品で使ってもいいかなと思いますし、この上にですね、先ほどご紹介したミリタリージャケットを着てもバランスがいいかなと思うので、ちょっとですね、羽織ってみたいと思います。はい、ということで実際に羽織ってみました。どうでしょうか？この着こなしはなかなかバランスが良くて、春らしさというところがですね、表現しやすいのかなというふうに思っています。まあ、ミリタリージャケットがネイビーなので、色としてはですね、そんなに明るさはないんですが、そういった時にこそですね、内側に着るものに少しですね、綺麗なものを取り入れてあげると、すごく春らしさというところが表現しやすいのかなというふうに思っています。まあ、いつもの僕だったら白の丸首のニットを入れがちなんですが、こういった差し色を取り入れてみると、だいぶ新鮮な雰囲気になるかなと思うので、ぜひですね、皆さんこのような着こなしもお試しいただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今僕が持っています、モダンフィットパンツですね。これまたなかなかの名作だと思うんですね。まあ、最近ボトムスのシルエットというのは、ややゆったりめというところが一つのキーワードになるかなと思うんですね。まあ、定番的な細身のジーンズもですね、未だに健在ではあるんですが、今っぽさを程よく出すにはですね、このような適度にゆとりのあるようなシルエットが、僕はですね、なんだかんだで一番使い勝手がいいのかなというふうに思っています。ただですね、シルエットがあまりに太すぎると、なかなか僕ら世代には似合いにくいんですね。というのも僕たち大人世代というのは、結構ですね、タイトシルエット全盛期を経験しているので、なかなかですね、シルエットが大きすぎるものは違和感を覚えてしまうんですね。一方で今僕が持っているモダンフィットに関しては、適度なゆとり感というところが、一つのポイントになるのかなというふうに思っています。腰周りですとか、あとは腿周りに関しては、割と適度なゆとりがありつつも、膝から下に関してはですね、割と細めになっているんですね。ですので、あまりだらしなく見えることがないので、すごくですね、バランスのいいシルエットになっているかなというふうに思っています。特に僕ら世代だと、お腹が出たりですとか、足のラインがピチピチだと気になる方も、少なくないかなと思うんですね。その点、このようなパンツに関しては、しっかりとですね、体型を補正して見せてくれるので、すごくですね、足が綺麗に見えやすいパンツなのかなというふうに思っています。で、色に関してはですね、様々なバリエーションがあって、
どれを選ぼうかですね、結構悩みどころだったんですが、こちらのオリーブを選択しました。まあ、いわゆるアースカラーの色合いなんですが、このような色合いは今季もですね、トレンドとして健在なので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなというふうに思っています。ただ、オリーブといってもですね、様々な色がありまして、僕自身はこのような深さのあるものがですね、結構大人っぽくて、なおかつ品がよく見えるので好きなんですね。このような色であれば、僕が今着ているようなネイビーですとか、あとはブラックですとか、ダークグレーですとか、そういった色との相性もいいので、皆さんが普段持っている色合いともですね、すごく相性がいいかなと思うので、ぜひですね、このような色もチョイスをしていただければなというふうに思っています。僕はですね、丈の長さはやや短めにしまして、ギリギリですね、靴下が見えるぐらいのバランスにするようにしています。シルエットは少しゆったりめにできているので、あえてダボっと着るのではなくて、少しですね、すっきりめに仕上げた方がバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、こちらのモダンフィットを楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらですね、ブリーフィングのトートバッグですね。これはめちゃくちゃ便利で使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにお勧めしたいアイテムなんですが、僕はこのトートバッグに関しては普段のスタイリングでもですね、かなりご提案させていただいているので、馴染みの存在なんですね。そして僕自身も結構ブリーフィングというブランドが好きで、今までにもバッグですとか小物入れですとか、あとはお財布ですとか、様々なものを所有してきたんですね。このブランドというのは本格的なミルスペックを街着の中に落とし込むのがすごく上手なブランドで、結構おしゃれが好きな方の中では定番的なブランドなのかなというふうに思っています。まあ、素材もですね、結構堅牢でガンガン使ってもですね、タフなものに仕上がっているので、僕自身も大好きなブランドなんですね。まあ、デザイン自体はとてもベーシックで使い勝手がいいんですが、どこかですね、武骨で男らしさが溢れるのがこのブリーフィングの特徴になってるんですが、こちらに関してはグリーンレーベルさんのですね、別注バージョンになってるんですね。去年もですね、こちらのモデルというのは大人気で完売してるんですけども、そちらのですね、進化バージョンとしてこちらもですね、発売されているんですね。どのあたりが使いやすいのかというと、僕はですね、サイズ感なのかなというふうに思っています。まあ、トートバッグってサイズ選びが結構難しくて、大きいものが多いんですよね。まあ、僕自身が普段使っているトートバッグもこれよりもですね、一回り以上大きいので、それはそれでいっぱい入っていいんですが、ちょっと大きすぎて個人的にはもう少しコンパクトの方がいいなというふうには感じているんですね。かといって小さすぎるとなんかですね、女性物っぽく見えてしまうので、それまたあんまりかっこよくないんですね。その点このブリーフィングの別注バッグに関してはサイズ感が絶妙なんですね。大きすぎず小さすぎずバランスが良くて、この中にはですね、もちろん PC を入れることもできますし、あとは A4 の書類も入れることができるんですね。今も実際に入れてるんですが、こういった13インチの PC なんかもサクッと入りますし、それだけではなくて A4 の書類もしっかりと収納することができます。それでいてサイズとしては大きすぎないという点で、すごくですね、バランスのいいサイズ感なのかなというふうに思っています。これがですね、あまりにも大きすぎると結構階段を登ったりすると地面にぶつかったりしてしまうのが、僕は結構ですね、ストレスなんですね。その点このサイズ感というのは絶妙で、すごくですね、使う方に寄り添った商品なのかなというふうに思っています。この1個のバッグがあればビジネスカジュアルから私服まで様々な場面で使えるので、ぜひ皆さんにもチェックしていただければなというふうに思っています。そしてその流れの中でもう一つご紹介したいのが、こちらのグレゴリーのですね、バックパックなんですね。まあ、このようなバックパックというのはカジュアルなイメージを持っている方も多いかなと思うんですが、最近のですね、ビジネスカジュアルシーンにおいてこういったバッグを選ぶ方もですね、だいぶ増えてきてるのかなというふうに思っています。特にセットアップのスタイルにおいてこういったバックパックというのはかなり相性がいいので、なかなか良い選択の一つなのかなというふうに思っています。ただどんなバックパックであってもセットアップに似合うわけではなくて、割とですね、デザインがベーシックでなおかつ上品な雰囲気がないとなかなかですね、セットアップとは相性がいいとは呼べないんですね。その点ですね、こちらのグレゴリーとグリーンレーベルさんのコラボレーションのバッグに関してはすごくですね、上品な雰囲気に仕上がってるんですね。まず素材使いに関しては、グレゴリーがビジネス用のバッグとして使ってるものを採用しているので、すごく表面の感じが上品で大人っぽく見えるんですね。そしてジップだとか引き手に関してもですね、ブラックで統一をしているので、こういったところにカジュアル感が出ないところがすごくですね、ビジカジにも使いやすいポイントなのかなと思っています。まあ、さすがにこのあたりは大人世代が使いやすいものを提案しているグリーンレベルさんらしい別注かなと思うんですが、これだったらオンオフ兼用で使うことができるかなと思うので、ぜひこちらもですね、チェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、今僕が持っているジャーマントレーナーですね。
これがですね、ものすごく使い勝手がいいので、最後に皆さんにお勧めしたいアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、僕は日頃からですね、YouTube の中で白レザースニーカーが使いやすいですよというお話をしているかなと思うんですが、ジャーマントレーナーも一応ですね、白レザースニーカーというジャンルの中の一つなんですね。ただ、スタンスミスだとかシンプルな白レザースニーカーに比べると、少しですね、デザイン的には特徴があるんですね。まあ、アッパーに関してはシンプルなスムースレザーと、あとはスウェードを使ってるんですね。この2種類の素材を使うことで、一つですね、デザイン的なアクセントになるかなと思っています。あとはこのゴム底ですね。これまたですね、ジャーマントレーナーのちょっとミリタリーライクな雰囲気が漂うので、個人的にはすごく好きなんですね。同じ白レザースニーカーの中でも少し癖があって、これを取り入れるだけで、クロート感みたいなものが出るので、結構ですね、使い勝手がいいのかなというふうに思っています。そしてこのようなジャーマントレーナーというのは、使える範囲も結構広いんですね。今の僕のようなカジュアルなスタイルにもハマりがいいですし、それだけではなくて、意外とですね、セットアップに内側ニットですとか T シャツ、このようなスタイルにもハマりがいいんですね。足元で少し外しを取り入れるというのもすごくバランスがいいので、一足持つとですね、すごく便利なアイテムかなと思っています。そして何といっても価格が手頃なんですね。このような上品な雰囲気を持ちながらも1万円を切るので、その点のコストパフォーマンスもものすごく高いアイテムなのかなというふうに思っています。まあ定番で圧倒的に使いやすいのはホワイトかなと思うんですが、実はこれには色違いがありまして、ブラックもですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。ちょっとお見せしたいんですけども、こちらですね。まあ、ブラックのレザースニーカーというのも、白と合わせてすごく使い勝手がいいわけなんですが、こちらも先ほどと同じようにですね、スムースレザーとスウェードを使いながらですね、単調にならないようなデザインバランスになっているのが、すごくですね、好印象のアイテムかなというふうに思っています。まあ、先ほどお伝えしたように、ジャケパンスタイルとも相性がいいですし、黒の最大の特徴というのは、汚れが目立たないというところですね。ですので、休日にお子さんとガンガンと遊ぶときにはですね、こういった黒レザースニーカーも一つあると便利かなと思うので、まあ余裕がある方は2足買ってもですね、2万円以下で抑えられるので、すごくバランスのいい靴なのかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、春に揃えるべきアイテムはこの5つだけでいいというテーマでお話をさせていただきました。まあ、グリーンレーベルさんの様々なアイテムの中から今回は厳選して5つですね、ご紹介させていただいたわけなんですが、どのアイテムに関してもベースとしてはすごくですね、オーソドックスで使いやすいんですが、その中にほんのりトレンド感が漂うので割と着ていてですね、気持ちが高まりやすいものが多いのかなというふうに思っています。まあ、これらのアイテムというのをですね、揃えていただければ春の着こなしはですね、結構充実するかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、店頭ですとか、あとはオンラインでチェックをしていただければなというふうに思っています。ちなみに今回ご紹介したアイテムに関しては、この動画の下の説明欄にですね、商品名とリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。ぜひ今回の動画の感想ですとか、あとは皆さんの気になるものですとか、そういったものをですね、どんどんコメント欄に書き込んでいただければなというふうに思っています。まあ、これからも僕は定期的にですね、グリーンレベルさんの商品をチェックしながら、何か良いものがあったら皆さんにですね、忖度なしでレビューをしてみたいなと思ってますので、これからもぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。次回の動画もお楽しみに。